まあ、若干交通量が少ない感じがしますね。岡山駅の東口にいたんですけど、コロナの影響なのか人が溜まってないですね。でも人少ないですか？最近人少ない？なんか当たる客が少なかったけど。まあ、その4月に入って、まあ、どん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 そのコロナウイルスの影響で感染者が増えていく一方なんですけど、あのロックダウン、まあ、首都閉鎖とかあのいろいろと話が出てるんですけど、まあ、ここ岡山でも今現在どうなってるのか、街の様子がどうなってるのかっていうのをちょっとチェックしたいなと思っています。そして、まあ、岡山の夜の街、駅前周辺をピックアップして人の様子などちょっと見ていこうかなと思います。あると思うんですけど、先週米軍基地の方にも行ったんですけど、米軍基地もあのむやみに外に出るなとか、その飲食店でもテイクアウトオンリーだけなら許されるみたいで、いろいろとその規制があるみたいですけど、まだ日本はかなり緩い状態かなと思います。若干交通量が少ない感じがしますね。一応時刻は7時ぐらいなんですけど、まあ、ここ来るのにいつもは20分ぐらいかかるんですけど、なんか 10分ぐらいで来れたっていうほど交通量がこんな感じです。岡山駅の東口に行ったんですけど、いつも人が溜まってるんですけど、やっぱりコロナの影響なのか人が溜まってないですね。結構人も少ないですね。結構ここ人気なんですけど、ここも結構飲み屋さんで居酒屋さんで有名な通りになるんですけど、人がいないですね。
いやどうね、最近人少ない、なんかびっくりして。そうだよ、ね、昨日もやばかったら私休みだったけど、なんかちょっといるけど、やばいな。でも営業とかどうするのもずっと早めにしとこ、なんかすごいいつも通り。いや、あれよな、バーとかそういう飲食店が結構、いや言われてる、うん、ナイトクラブとかちゃんとバスする。1時間7回以上県内階級でも人少ないですか。めちゃめちゃ少ないですよ。結構ピークな時間帯なんですけど、全く人がいないという、もう終電過ぎた頃な感じの雰囲気もするんですけど、歩いてる人もいないという。ほら西側です。ずっと先に行けば桜が綺麗なんですけど、交通量もめちゃめちゃ少ないというか、皆さんご視聴ありがとうございます。今回はねこんな感じで岡山駅周辺をピックアップさせてもらいました。日に日にねこの歩いてる通行人とかが少ないなっていう印象はすごく感じます。で前まで、マスクしてる人もまばらだったんですけど、本当にね多くの人がマスクしてるなという印象を受けました。でですね、まあ、飲食店とかもこの1週間で一気に減ったのは確かですね。東京とか大阪で
200人とかそういう、多くの人が感染したりしてるんで、多分その影響かなと思います、ね、これから先ねまたさらにコロナウイルスの脅威っていうのはどんどん迫っていきます。やっぱりね手洗いうがいは大事ですけど、仮にねやっぱり自分がそのコロナになってしまったっていう気持ちでいた方がいいかもしれないです。その自分の大切な人とかうつさないためにもやっぱりマスクをしたりとかそのいう気持ちでいた方が、意外とその感染っていうのも、低くなるかなと思います。はい、というわけでねまだまだいろいろとちょっとねピックアップして、突撃リサーチじゃないですけどやっていこうかなと思います。またね何か、ご要望がありましたらぜひねコメント欄に一言お願いします。それではありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。